あの、シャトルとサマーウルの姿が見当たらないんですが、二人はどこでしょうかカテムさん私が天元様との同化に火をたせいで、二人は帰らぬ人となりましたそんな、でも、二人は、二人は役に立ったんですよね何か直接の手からを立てたわけではなくても、天元様との同化に失敗したとしても、二人の死は、高戦の反撃の糧になったんですよねもちろん、今回の調査で、我々は、不思議な道中に乗りに成功しましたマジで組織集団、キュイアラ・バンセーキイ京とキノツワのタイヤの戻す ワケアガランポ、江戸川ランポ、君、そんな強キャラだったおとならん中取りの位置です甘ないリコリスか、利口率かそりゃ強いわけだいやでも待って、なんでそんな強かったのに失敗したわけ同化する一歩出前で理性が勝ったんです初登場から人をきんで全裸だったし、その時から同化より同化したけど、遺体の知らない生物と、ケイシーが同化とか同時にしかよ薄い方になりそうで、ナくクに決まるもじゃこの理は、理世の理うちろの無は無限の無みたいに言うな。 マイザコウとガリアウトしごましいガネをくしろよくろうとるねんちゃ。マイクはジャスケいはただ歯磨きに感謝を。